皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、いちごつまり大地の芸術祭というテーマでお届けいたします。新潟県十日町市とかね、あと津南町とか、あの辺一帯をいちごつまりというそうなんですけども、そこで3年に1回に開催される大地の芸術祭というものがあります。これどういったものかって言いますと、本当に大地、野外とかですね、まあ当然屋内もあるんですけども、野外とかにそのアートですよね、オブジェだったりとか、いろんなこう芸術作品がこう展示されている。まあそれをですね、我々のようなですね、ギャラリーがですね、パスポートを買うと3500円でいろんなとこ行けるんですけども、そういったとこをぐるぐる回ると、とても1日では回れるようなですね、ものではなくて、やっぱり何日かけてじっくりとこう回るとですね、すべての作品を見れるのではないかなと思います。それで私は家族とですね、ちょうど3回目だと思うんですね、行くのがね。非常にこう、今回も新作がいくつも登場しておりましてですね、たまにはね、その仕事ばっかりこう、根詰めて考えたりとか、あとは理路整然とね、とにかく左脳を多く使っているような人はですね、ぜひこういった芸術作品に触れてですね、なんだろうね、右脳要はこう、たまには使うといいんではないかなと、私は思っているわけです。実は私こう見えてもですね、まだ、20歳、23からですね、25、6ぐらいまで、なんかこう、見よう見まねで、前衛芸術みたいなアバンギャルドっぽいのが好きでですね、わけのわからないオブジェとかね、あとは現代音楽ですかね、フリージャズみたいなのにこう、没頭したですね、2年間ぐらい、こう、一生懸命やってたことがあるので、全くその芸術のことがわからないわけではないんですけども、やっぱり非常にですね、こう、感性を刺激されていいんじゃないかなと。これね、いろいろね、お土産とかも売ってるので、これね、いいでしょう、これ。あ、見えない。こんな、すごいでしょ、これ。バッチなんですね。赤の丸の中に白の丸があるっていうね、こんな素敵ですよね。あとね、これがピンバッチね。見えますかね。見えないから光ってるね。あ、こう黄色いやつですね。これピンバッジですね。コンビネとかにつけるね。まあこんなものもグッズとかもですね、いろいろ販売されているので、非常にこう楽しめます。で、子供でもね、行っても、まあ芸術なんていうと、ちょっとあのハードル高いかななんて思わずにですね、本当に普通の人が、こう、親子連れでね、ちっちゃい子も連れて行ってるような感じですので、そこのところは全然気にせずですね、で、芸術の心だとか、芸術なんて見たことないようなんて、まあそんな人でも十分に楽しめる場となっておりますので、新潟県十日町のですね、越後つまり、大地の芸術祭。これ9月のね、一番やってるのが終わりぐらいまでやってるのかな、やってますので、ぜひですね、一度行ってみてはいかがでしょうかということでした。それで、何が言いたいかっていうと、私が毎月出してるプライベートな、ニュースレター月刊元気新聞には、越後つまりの大地の芸術祭の話と、あとは2番目のわらじとして、山形県のね、幻の坂で14台っていうのがあるんですけど、まあ14台をなぜか山形県ではなくて、愛媛県と、福島県で発見したというね、まあそんな話も書いております。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。